せつなけいすけの好きなお菓子ランキング第3位ガム。そうやな、レモンとかその味あたりの味が好きかな。レモン味のガム、うん、たまにあるけどそんな感じ。第2位、チョコ。やっぱ定番ですね。甘いがいいよね、とろける甘い。第1位、チーズ。カテゴリーとしてお菓子に入るかはわからない、でもお菓子として食べているから OK。 いやー、切なケース好きだよ。前触れが長いわ。ここね、ここですよ。ここにも2周目に行くためのなんつうかフラグというのがありましてね、ベルに10回以上話しかけてバームクーヘンを譲ると。バームクーヘンこのためにあったんじゃ。妹のために買ってきたバームクーヘンをベルのために、ベルに食べさせるって兄貴としてどうかと思うんですけどね。それでもそれがトゥルーの条件らしいですね。1回目。ねえヒース、あなたどうして急に動けるようになったの？喋らんだろそのウサギは。冷た、安定の冷たさ。そうなの、動けるようになったけどお話はできないみたい、ちょっぴり残念。ヒース、薄い汚れているな。長い付き合いなのか？うん、小さい時パパが買ってくれたの。以前住んでいた町の雑貨屋さんで。あ、そうなんじゃ。ところでベルってさ、ね、ところでさ、ヒースいくらで売りよったん？へえ、3円か、安っ。どこに行くのも一緒、眠る時も一緒なんだよ。そうか、安いな。2回目。レーツやってのは。なに？友達だったのか？だったらよかったんだけどね。レーツが殺されたって分かってさっきすっごく怖かったけど、全然悲しいって思わなかったの。あの子がいなくなったら、あの子のパパもママも村の人たちみんなが悲しむに決まってるのに。だから友達ができないのかな、私。いい性格じゃないか。悲しまないってことは別にいい悪いことだけじゃないんだぜ。悲しんで落ち込んで前に進めなくなることがむしろダメなことなんだぜ。それよりかは悲しまずに前に進むという気持ち、それがベリーグッド。下水ぜ。この顔のせいだとばかり思っていたけど、ほんとどんな顔なんだろうな、ベルって。恐ろしい目に遭うかもしれないことを分かっていて付き合えば誕生日会に呼んでやるなどというようなやつと友達などになる必要は俺はないと思うがな。その通りや、ハンス。珍しくいいことを言うんでないか、ハンス。ハンスってひどいこと言うのね。ありがとう。ひどいこと言いながらもありがとうっていうベルがちょっと可愛らしい。3回目。お前の言っていた青い髪の少年、ミケよ。彼がどうかした？このミケっていうのはパート3あたりで出てきた、1周目のパート3あたりで出てきた、めっちゃ顔がでかいやつです。捕まっている様子はなかったが、この家まで一緒に来たのは間違いなのか？うん、レイツヤとミケと3人でここまで来た。それは間違いないわ、はっきり覚えているもの。でもそれから何があったか全然思い出せなくて。ミケは友達か？まさか。かわいそうだなお前。そんなこんな言い方するとかわいそうだけど、ミケも友達がいなかったの。ああ、ルイが友を呼ぶってやつだったのか。でもミケはレーズヤのことが好きでね、いつも彼女の後について行って、レーズヤもそれに気がついてた。なんかペットじゃないか、ミケレーズヤのペットみたいな感じになったんじゃないか。ケツを追いかけるってペットじゃないか。レーザーがどんな無茶を言ってもミケは結局彼女の言う通りにしてしまうから面白がってたみたい。うわー、これペットじゃ、絶対ペットじゃ、これペット扱いされてるぞお前。ミケ気づけよ、ミケ。ミケ最後まで
探検なんかやめようって言ってたのに、結局付き合わされて先に村に帰っていたらいいんだけど。おったよ、でかい顔して。4回目。お前の親はお前がここにいることを知っているのか。うん、夜中に抜け出してきたら、もし今夜が明けていたらきっと村中大騒ぎになってるだろうな。お前の帰りを待っているだろう。心配してくれてるかな。娘を思わない親などいない。ただしお前を除く。ひどいぞハンス、ベルを除くなよ。ベルだって可愛がられとうと思うぞ。ハンスって子供がいるの？は？だってパパみたいなこと言うんだもん、クスクス。愛されて育ったんだなお前は。え？ハンス、年いくつなんかな。そう思われてもってことは、もう当時子供を産んどってもおかしくない年齢に見られてもってことかもしれんな。5回目。ハンスいる？さっきまで話しかけてんだろうが。話しかけてんだろうが、お前は誰と話してたんだ。俺以外の誰と話してたんだお前は。ああ、どうした。妹さんのことを聞いてもいい？何をだ。マルガレーテって言うのよね。ああ、マルガレーテだ。なんか親がマーガリンって名前つけそうになったから、やめろ、それはやめとけってことになって、もう一回考えた末にマルガレーテってなった。愛称って呼ばないの？ハンスはヨハネスなんでしょ？あいつはきちんと名前を呼ばれてないと嫌がるんだ。へえ、そんな子もいるんだね。私ベルリーナって呼ばれたらなんだか堅苦しい感じがして、あまり好きじゃないな。いい名前なのにな。私の名前が？ああ、俺はベルリーナが好きだからな。もしお前の親がベロリンガって名前をつけそうになったら、絶対止めてベルリーナって進めると思うな。食べる方のでしょ、ハンスのバカ。あ、でも実際ベルのこと食べたいと思っとるよ、いやらしい意味で。あー、キモイ、キモイ。すいませんね視聴者さん、ちょっとキモいことばっか言って。あ、何回目やったっけ。そんなこと言おったら何回目か分かったら忘れたけど、とりあえず6回目かなこれ。ねえハンス、キ、これ同じやつかな。ああ違ったわ。妹の話聞くかと思ったら甘党が聞いてきた。ハンスって甘党？答えないな。胸元にある膨らみバームクーヘンでしょ、有名なお店のなんていう名前だったっけ。甘党か、そういう形容されたことはなかったな。そうなんだ、妹さんの甘党なの？妹は違う。というか俺は甘いものしか口にできないんだ。え、何それ。生まれつきミルクとチョコレート、それから甘い菓子しか口にできなかった。何を口に入れても吐いてしまう。それって病気？生まれつきの病気と呼んでいいだろうな。大変なのね。そうでもない俺はな。7回目。お腹空いたな。あー来たー、バームクーヘンを渡すの選択肢。チョコも渡せるんやけど、バームクーヘンじゃないとダメみたいなんで、バームクーヘンを渡します。え、でもこれすごく高級なやつなんでしょ。ママが言っていたもの、一度食べてみたいとけど、とても買いに行けないって。いつ食えるな、いつ食えるなか、食えなくなるかわからんだろう。今のうちに食っておけ。怖いこと言わないで。すまない。私ことごめんなさい。ハンスは気を使ってくれたのに。ねえ、ハンス、一緒に食べてくれる？せっかくのバームクーヘンも一人で食べたらきっと味がしないわ。そうだな。付き合うぜ。付き合うぜ。うん、おいしい。ああ、うまいな。ねえハンス、これ一人で食べるつもりだったの？マルガレーテは甘いもの好きじゃないんでしょ？本当や。一人で買う、一人で食べるサイズじゃないと思うぞお前。いや、あいつに食べさせるつもりだった。あ、そうなん。
甘いものが好きじゃなくても食べたくなるって歌い文句だったんだな。いやハンス、それ大体は嘘でもいいけん、とりあえず注目されたいからってつけるんが歌い文句だと思うんやけどな。だから別に本当に甘いものが好きじゃなくても食べたくなるっていうのはまあ別の話なんやけど。ハンス、そうなんだ。本当にうまいな。ふっ、おいしいね。9回目だったっけ、全然覚えてない。ハンスはヘンゼルとグレーテルの絵本知ってる？ああ、それがどうした？これは知ってる？マリア・マグダレーネが実在したってこと。バリバリ知ってるわ。20年前くらいにね、黒い森の近くに住んでる子供たちが何人も行方不明になったんだって。同じ頃、ラクリッツ村に住んでたマリア・マグダレーネっていう女の人が家出して、この黒い森のお菓子の家で見つかったらしいの。行方不明になった子供たちを殺して食べたって書いてある日記が見つかって、マリア・マグダレーネが魔女だって噂になって、行方不明になったこの中にヘンゼルとグレーテルって名前の子供たちがいたんだって。てか今気づいたけど、これさ、ベルトのここでの話だいぶこのゲームの話の真相につながってきとんで、今気づいたけど。へー、このパート話ばっかやけど意外と重要なことありますよ。飛ばさずに見てくださいね。今更やけど。それに合わせて絵本が新しくなったんだって。そんな事件で別に絵本変える必要ないと思うよ。ヘンゼルとグレーテルの話はもう昔から一緒でいいと思うよ。だってそう思わんですか。桃太郎の話でさ、どんぶらこうどんぶらこうと桃が流れてきましたでさ、おばあさんが桃嫌いだからって桃スルーして桃太郎生まれんかったらどうします？おかしいでしょ。それと同じですよ。ヘンゼルとグレーテルの話だって別に変える必要なかったと思う。20年の前も話なのに、よくそんな、なんて読むこれ、明細、詳細な情報が載っているものだな。レーティアは噂好きだったから。それでそのマリアが住んでいたっていうお菓子の家を検索して、探検してみようと言われてここにいたの。レーティアの噂好きから始まったんじゃこの話。あー、その噂好きでその噂を確かめてみようって言うて、それで被害が起きるんがベンだったんじゃ。ベンだったっけ、男やな。まあ男の名前。うん、絵本でマリアのことを魔女だなんて呼ぶから面白がって来たくなっちゃったんだよきっと。連続殺人犯が住んでいた家だって言えば彼女も来たいなんて言い出せなかったかもしれない。難しいもんだな、ガキの心理ってやつは。子供ってみんなバカなんだよ。大人にはわからないんだろうけど。俺もバカだよ。頭がバカっていうより感覚がね。ラストだと思う。ねえハンス、どうした？助けてくれてありがとう。礼を言うのはまだ早いぞ。うん、ハンスがいなかったら私一人で魔女のいるキッチンを通り抜けたりできなかったよ。ハンスがいなかったらまず牢屋から出ることだってきっとできなかったし、今ここでハンスとお話しすることもできなかった。BGM がいい BGM になった。私ハンスと出会えて嬉しいと思ってるのだから、ありがとう。まあ一人でいるよりマシならよかったな。あとお礼を言ってくれるんだったらせめて5万ぐらいくれ。助けてくれた料金みたいな、助けてくれたお礼みたいな感じで5万くれ。それで OK ってことにしとこう。違うよ、ハンスだからよかったんだよ。おいだから、私の顔を見て話をしてくれて本当にありがとう。ねえハウスはどこに住んでるの？ラクリッツ村の人じゃないけど町の人なの？なぜそんなことを聞くんだ。行ってみたいから。ハウスが生まれた場所、育った場所、きっと素敵なところなんだろうな。まあ住所は教えてやるよ、金を振り込んでくれるならな。ねえ一緒に出ようよハンス、きっと無事に帰ろうね。それも悪くないかもな。
今の BGM が流れたってことは、これで10回終わったんかな。フラグ立ったんかな。でももう1回。あ、これ聞いたやつ。聞いたやつってことは多分10回見て回ったんだろうな。10回分ちゃんと用意されとったよな。やっぱミケ。ベンって言うたけどミケでないか。さっき男の名前でベンって言うたけど俺、ベンって言うたけど全然違うでないか。ミケか。そうか。ミケだったんじゃ。ごめんな、ミケ君。名前間違えた。でも全然、全然さ、全然間違えたけど、別にどうでもいいと思ってるわ。セーブします。今回のバイトは話だけですみませんでした。でも結構重要な話が多かったと思うんですよ。物語の核心に迫るようなものね。というわけで今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。週明け。